ミザリーは、スティーブン・キングが1987年に発表した長編小説である。1990年には映画化され、主演のキャシー・ベイツがアカデミー主演女優賞を受賞した。女性主人公の人生を描くミザリーシリーズで有名なベストセラー作家、ポール・シェルダンはミザリーシリーズにピリオドを打ち、新たな小説、高速自動車の原稿を手に、西を目指し車を走らせていた。途中雪嵐に見舞われ、誤って崖から転落し重傷を負った。彼は、通りがかった元看護師のアニー・ウィルクスに救出され、人里を離れた彼女の家で治療を受ける。ミザリーの熱狂的ファンであるアニーは、発売されたばかりのミザリーシリーズの最終巻、ミザリーの子供の結末に納得せず、新作小説を破棄した上で続編を書き下ろすことを彼に強要する。大雪で半ば隔離され、怪我で身動きの取れない閉鎖的な状況の中、アニーの異常性が徐々にあらわになる。1987年発表。1988年にニューアメールライブラリートレード社よりペーパーバック版、BT バウンド社よりハードカバー版が刊行された。また、映画化を受けて1998年にシグネットからペーパーバック版が再刊行された。日本では文藝春秋より1990年に単行本、1991年に文庫版が刊行されている。また1995年には、講談社より文庫版が発行されている。2008年に、文春文庫から新装版が発売された。ミザリー。ありがとうございます。